中央新聞の村田です。先週の金曜日にですね、久しぶりにといいますか、少しまとまった雨がありました。県内で初めて、というか全国で初めてですね、警戒レベル4というのが出て、まあ、それを受けて知事からも夕方にコメントをいただいたと思うんですけれども、改めて先日の雨についてですね、危機管理、災害対策本部会議の立ち上げと含めて、まあ、どのような対応をされて、全体的にこう西日本病棟の教訓を踏まえて、どんな風なこう対応だったかというのを総括的なものをいただけると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと質問の後半がよく聞こえなかったですよ。どんな風な対応されて、実際その対応がどうだったかみたいなのをですね、まあ、まだ日が経ってないですけれども、ど現時点でどのように知事としてお考えかというのを。はいはいはい、まあ、今般今おっしゃったようにですね、避難勧告等に関するガイドラインの国の改定があって初めての、この警戒レベルをつけた避難情報発令になったわけですけれども、4つの市町で土砂災害警戒情報が発表されて、この1市が避難勧告を発令をして、まあ、1市3町がですね、避難勧告を発令をしたという形になっています。でちなみに変えた熊野坂は、まあ、早めの避難勧告が出ているわけですけれども、この取り組みについてはですね、多くの市町では、まあ、基本的に混乱は特になかったのかなというふうに認識をしているところですけれども、まあ、一方で、国や県のガイドラインに沿った避難情報の発令が、まあ、必ずしも、まあ、行っていない市町もあったというふうに認識をしておりまして、で今後ですね、適切に避難情報が発令できるように市町と一緒に取り組んでいきたいというふうに思っています。で避難の、状況そのものについては、そうですね、記者会見は初めてだから、初めて申し上げるのかな、775人の方が避難をされたわけですけれども、これは避難率でいうと 0.17%、 でこれは去年の7月豪雨災害と比較をするとですね、これは大雨特別警報が発表する前、つまり避難勧告の時点で、の避難状況ですけれども、この時には164人で 0.01% だったので、避難率は単純に言うと10倍以上になっているということで、増えています。しかしながらですね、この避難勧告の間に避難をするというこのタイミングが非常に重要である。現に災害が起きている状況の中では避難は非常に困難であると、ないしはそこにもう接近したような状況だと避難が難しくなるというような状況があるわけなので、そういった場合にはで、それで実際に被害というか災害が発生をしたような場合にはですね、多くの方が昨年のように災害に巻き込まれかねない状況であったと考えてまして、決して十分な避難の状況とは言えないと思っています。引き続きさまざまな取り組みをまず今の時点で、行うべきことは行いながらですね、現在調査しています、あるいは調査研究をしている避難行動のあり方について、この検討を深めてですね、さらに避難のために必要なことっていうのをしっかりと構築していきたいと考えています。もう梅雨入りも間近、全国的には梅雨入りしているところもかなりありますけれども、今回の雨を踏まえて何かですね、改めて、対応を取らないといけないなというようなですね、点が何か浮かんだものとかはあるんでしょうか。一言で言うと、やっぱり避難が増えたとはいえ、非常に低い避難の率、実際に避難行動を取っている方っていうのが、これは、家の中での避難っていうのは見えない部分もあるんですけども、おそらくそれを含めてもですね、かなり低いものというふうに、思われますので、これをどう変えていくかっていうことは非常に大きな課題だと思います。
で今回ですね、まあ、例えば広島市なんかで行くと、その朝の6時とかでしたかね、まあ、携帯端末等でその避難勧告のロゴが流れてきましたけれども、ちょうどこう例えば子どもが通勤、あ、通学するとか、まあ、親が通勤をするとかっていう、その準備をしているタイミングなんかだったりして、こうなかなかそのタイミングで避難とかって難しかったりっていう思って、個人的にはちょっと思ったりしたんですけど、こうどうしたらこう避難がより済むのかなって、なかなか難しいんですけど、父はどのようにお考えかなと思ってですね。いや、まあ、まさにそれをこのどうするかということのために今調査研究を行ってますので、その結論をですね、しっかりと得たいと。まあ、これなんかちょっと考えて簡単に出てくる結論ということではないと思っているので、まあ、そういう意味でこの今回の出席に今ちょっと間に合ってないところはあるんですが、まあ、時期のね、出席までにはそういうふうにまとめていきたいというふうに思ってますし、まあ、今のようなまさに、いや朝6時だから、いやだから例えば避難勧告を躊躇するっていうことはありえないわけですよね。で、避難勧告が出たら避難していただくっていうですね、これも現実としては相当にハードルが高いと思うんですね。でもそれをやっぱり直視をしてどうするのかっていうのを考えていかなければいけないんだと思います。ともう一点だけお伺いしようと思ったんですけど、ちょっと失礼してしまって話します。はい、毎日新聞の元田です。昨日福山市長がですね、防災重点加盟の、まあ、指定について、福山は2200カ所ぐらいあるらしいんですけども、そのうち半数を、まあ、指定するみたいな話をされたそうです。県の場合はですね、昨年12月5400カ所ぐらいという話、この間の中国新聞がですね、8000数百箇所ですか、ブラッシュアップされたんでしょうけども、まあ、その数が増えた根拠とですね、あと、まあ、数が増えたら何ですか、ね、根拠という根拠、まあ、はい、まあ、ブラッシュアップされたんでしょうけども、はい、それと、まあ、今後のスケジュールですね、はい、ちょっと教えていただけませんか。はい、まあ、数が増えた根拠というかですね、これは まあ、根拠というか一定の要件を、決めて、それに基づいて調査を行った結果、その8160ですけどもの為木が該当するということになったので、まあ、それを指定するということになったわけであります。で、今後についてはですね、まず早急にちょっと今手元にすぐ、ないんですけども、まあ、まずハザードマップを作っていかなければいけないので、それを作るということをやるわけでありますが、このスケジュール的にはですね、ちょっと待ってください。スケジュール的にはですね、まあ、まず明日からですね、まず明日からですね、この広島県ため池マップの上でこの防災重点ため池が、まあ、どこが選定されているのかっていうのが位置確認ができるように、したいと思っています。で、それから決壊した場合に浸水することが想定される区域、いわゆる想定の浸水区域ですけれども、これを示した図面についても順次作成を進めて、できたものから順次公表をしていきたいと思っています。で、まあ、詳細についてはですね、担当課から説明させていただければと思いますけれども、合わせて、この今後まあ、主に利用するため池と、それから、まあ、利用しないため池と分離をしてですね、利用するため池のうち、
老朽化が進んでいたりとか、補修が必要なものについては改修等の補強対策を行いますし、利用しないため池については廃止対策っていうのを講じていくわけですが、まあ、そのスケジュールについてもですね、詳細は、担当にお聞きいただければと思っております。よろしいですか。